カンデとシタケとジュンのウォーハンマーやろうぜ。皆さんご視聴ありがとうございます。北陸科学のカンデとシタケとさっき言ったよね。癖で言っちゃうんですよ。もうカンデとって言ったらもうすぐ言っちゃうもん、ね、はい、はい、皆さん今回はいよいよ編成のお話をさせていただきたいなと思います。そうですね、前回ちょっと止めちゃったんでね、今回はもう完全に熱い語らいを聞いていただいて、スペースバリングはいいぞっていうのを見ていただければと思います。はい、いや前回は、ね、止めて正解です。めっちゃ長いんで、で今回は一応このコデックスだけである程度強いかなっていう編成で今回紹介したいと思います。なるほど。でまずこの編成なんですけど、編成のやり方があるんですよね。実はこのアーミーバーのユニットには全部陛下っていうものがあって、うん、そのユニットがトループとか、うん、エリートとか、うん、ヘビーサポートとか、うん、ヘッドクォーターとかいろいろあるんですよね。ヘッドクォーターがリーダーですよね。で一番ちっちゃいなんていうんですかね、アーミーの規模で組みたいっていう時は500ポイント、500ポイント、なおかつデタッチメントって言って、このどの陛下をいくつ入れなさいみたいなルールがあるんですよね。ああ、それどこ見ればわかりますかね。それはあのコアブックに、コアブックに書いてあります。はい。デタッチメントっていうのがあるっていうことで、まあ、コアブック見ればわかりますよね。そうですね。コアブックのこんな感じでマークでね、陛下が表記されてるんですよね。ああ、なるほど。さっきでトループであったりとか、ヘッドクォーターであったり、ヘッドクォーターこれリーダーですね。あ、トループこれが兵隊です。一般兵。はい、でもうエリート。はい。でファーストアタック、これあの足が速かったりとかね、するやつですね。で飛んでるフライヤーで戦車とかのヘビーサポートみたいな、でもろもろ、はい、なるほど。あの詳しくはあのコアブック買って読んでもらったら分かるみたいな感じですね。そうですね。なるほど、ね、もう本当にこうルールのここのところはとっても大事なんで、ね、隅から隅まで読んで間違いはないと思います。そうですね。ウォーハンマーやろうぜの中でもバトルフォージドルールの説明まだしてないので、多分そこでかかってきますよね。あ、そうですね。やっぱりあのちゃんと大会とか行って、うん、ゲームしようって思ったら、うん、これに基づいて、うん、あのアーミー組まないといけないんで、そこはねちょっと難しいところですね。そうですね、まあ、中級者編みたいな形になっていくんで、うん、で大体、うん、あのポイントコスト的には、うん、どうですかね、一番ちっちゃい規模で500ポイントからですよね、うん、500ポイント、うん、500ポイントからちょっと多くなって750、うん、で1000ぐらいで皆さん遊んでるんですかね、うん、で多いと1500とか2000とか。そうですね。でこれをあのなんでこれ設定してあるかっていうと、実はこれをいくつ入れなさいっていうのが決まってて、例えば一番ちっちゃい規模のこのパトロールデタッチメント、はい、これも他にもなんかバタリオンとかバンガードとかっていろんなデタッチメントがあるんですけど、はい、これがいわゆる編成の仕方のルールになってきます。なるほど。これ今ヘッドクォーターが1から2、うん、でトループが1から3って書いてあるんですけど、うん、このヘッドクォーター1から2の赤い部分、これが必須なんですよね。あ、だから絶対リーダーであるヘッドクォーターは1体で、はい、トループの兵隊をあの1ユニット絶対入れてん。あ、まあ、一般歩兵みたいな感じだがトループって感じですね。そうそうそう、うん、だからこのリーダーとこの一般歩兵のトループだけで、まあ、一応デタッチメントは満たします、はい、でそれ以上入れたいときはこの灰色になってる部分ですね、うん、エリートならあの0から2絶対入れなかったわけじゃないけど、2ユニットまで入れられますと。あとも全部同じですね。0から2。はい、1から3っていうのは絶対1個入れてくれと。赤いのが絶対入れてと。そうそう、赤い表記が絶対入れてほしい。で、グレーがそこまでは入れられるよと。そうです。いったものになると。そういうことですね。いうことですね。うん、わかりやすい。ってなってるので、うん、この一番ちっちゃいデタッチメントを、うん、満たそうと思ったら、うん、このヘッドクォーターとトループを1個ずつ絶対入れなきゃいけないんですよね、うん、その中で僕のおすすめのヘッドクォーターとトループですね。はい、来ましたね、ついに。で僕の一番おすすめ、うん、今回ちょっとウルトラマリン戦団で行こうと思うんですけど、おすすめはこれですね、はい、シールドレフテナント。おキャプテンよりもちょっと コストが安くて、うん、なおかつかなり強い。うーん、でこれはなんでこいつなのかっていうのをちょっと後から説明します。なるほど、はい、それがヘッドクォーター。これがヘッドクォーターですね、はい、ちょっとごめん、ちょっとこの下着のめっちゃかっこいいリデンプター、はい、ちょっとスライドですね。またこいつでトループ枠はちょっと悩んだんですけど、やっぱりインターセッサーかなと、うんうん、思います。これなぜインターセッサーなのか、実はちょっとスペースマリンのルールで
あのラピッドファイヤーウェポンって言って、あの射程の半分以内にいると弾倍打てるっていう武器があるんですけど、それが前の自分の移動フェーズに静止してる状態だったら、どんだけ離れてても射程内に入ってればあの倍の数打てますよっていうルールがあるんですよ。素晴らしい。それがあるんで、ちょっと拠点確保用に、マーカー確保用に、やっぱりこれはアサルトインターセッサーはもちろん強いんですけど、うん、ちょっとインターセッサーかなと。なるほど。今回は防衛に徹するみたいな感じ。そうですね、やっぱりウォーハンマー 40K はあの相手を倒すのもとっても面白いし、あの激アツのバトルが楽しめると思うんですけど、やっぱり点数を競う、うん、5ラウンドで点数を競うゲームなので、それを考慮するとやっぱりこうインターセッサーかなと思って、今回ちょっとトループ枠はインターセッサーにしました。なるほど。はい、これでコンバットパトロールという体はもうなせたっていう形ですね。この2つでも体はなせました。はい。で、これでポイントってさっき言ってましたけど、500ポイント、そのポイントってどこに書いてる？あ、で、ポイントも全部コデックス、コデックスの一番後ろ、はあ、なるほど、に書いてあります。で、このポイントコストっていうのが、ちょっとややこしくて、うん、あの、ちゃんとちょっと大会とかに出ようとするときは、はい、こんな感じで、ね、ポイントコストが書いてあります。で、今回、インターセッサー。なので、このトループ枠の、このね、インターセッサースカット。1体20ポイント。で、5から10体。で、最低5人で10体まで編成できますよと。うん、で、あとはウォーギアが書いてあるって感じですね。うん、で、今回はちょっと、ちょっと本当はこのアスタルテスグレネードランチャーっていうのをつけたいんですけど、ちょっとポイントの関係で今回は、つけずに20ポイント。うん、1対20ポイントの兵が5体、合計100ポイントでいこうと思います、うん。装備によってもポイントが足される。そうなんですよ。これ、ウォーギアって言いまして、うん、装備によって、ちょっとポイントが高くなったり、うん、安かったりするんですね。なるほど。っていうのは、はい、このアーミーごとの、ルールがありまして、ユニットごと、ね。ユニットごとですね。ユニットごとのルールがありまして、これの、このインターセッサースカット。はい。あとこれのウォーギアオプションっていうのがありまして。ありますね。このユニットの兵が何をつけてるかっていうのは、ここにドバッと書いてあります。めちゃくちゃ多いじゃないですか。めちゃくちゃ多い。でもやっぱりインターセッサーで一番強いっていうのは、やっぱアスタルテスグレネードランチャーっつって、グレネードが、はい、すごい遠くまで飛ばせるっていうのと、うん、このサージェント。サージェントがノーコストでアスタルテスチェーンソードつけれるのがやっぱり超強いから、うん、なるほど、個人的には思います。撃ってよし、白兵してよしと、そうです、一体ユニットになると。そうですね、もうかなりエリートな、うん、トリプなんですけど、もうすごい強い、うん、っていうのがやっぱりスペースマリンの特徴かな、うん、その代わりコストが重いですよね、スペースマリンは。なるほど。他のアーミーに比べて。インターセッサーってこれあれですよね、なんか体験とかでもらえるキットですよね、これ。あ、そうですね、はい、これですね。そうですね、体験会とか来た時にもらえたりとか、まあ、うちのお店ですね、スクールカフェとか来ていただいた時に、お試しで作りたいとか言った時、無料でお渡しいたしますので、よかったら使ってみていただければと思いますね。それがインターセッサー。これはインターセッサーですね。はい。で、このインターセッサー、このスナップフィットキットで、もう切り出してそのままパチ組みできるキットになってて、接着がいらないんですよね。そうです。で、さらに、これも最初からラピッドファイヤーの銃がついてるんで。あ、さっき言ってた、あれですね。そうですね。うん。これはね、ものすごくいいキットですよ。じゃあもう、お店に行けば行くほど、このインターセッサーのユニットが組めると。そうですね。ちょっとずる、ずるかもしれないです。で、インターセッサーって5から10体なんで、例えば、セット、箱買って、5体しか入ってなかった。でも、ポイントコスト的に6体欲しいっていう時、こういうのがあると、ものすごくね、重宝すると思います。やっぱりね、1人欲しい時、やっぱ出てくるで、ね、編成によっては。なるほど、ね。余っちゃって、ポイントが。はいはいはい。いや、インターセッサー1人分余るやんって時ね、こういうのね、僕、よく使います。なるほどね。賢い。という感じで、はい、今ね、ヘッドクォーターとトループが、揃ったんで、うん、はい、こっからですね。うん。500ポイントまでの。はい。はい、500ポイントまでの何を入れていくか。はい。僕はまずおすすめは、こいつですね。ああ、なんか空飛んでる。ありましたね。なんか透明の棒で浮いてる。そうそう、透明の棒で浮いてる。やつですね。飛んでるんですよね、だからね。そう。
こいつがね、めちゃくちゃ強いんですよ。こいつなんて言ったっけな。おすすめ忘れる？ど忘れしちゃった。よくねあります。ゲーム中でもね。あります。うってなる。ありますね。その飛んでるこいつ。そう飛んでるこいつ。多いですしね。ああそうですね。あ、いました。インセプタースカットですね。インセプタースカット。インセプタースカット。でこいつも実は武器が選べて、この今僕はこのアサルトボルター。うんうん、このねボルターでたくさん打てそうなやつ、こいつはね、こいつなんと両手に持ってるんですよ。あ、じゃあ一丁一丁持ってるっていう形で、そうです、2丁持ってるんですよ。なるほど。ここにもね、あのアサルトボルター2個って書いてあるんで、なるほど。このアサルトボルター 18MV アサルト3を2個持ってるんです。はい、聞きました。つまりこの1体の兵がこのアサルト3を2個撃ってくるんです。6撃ってくるんで、ええ、このサージェント1のインセプター2から5なんで、はい、最大6人まで編成できて、6人編成すると1対6発なんで、36発、この交互貫通1ダメージ1を撃ってくるっていう。えげつない。えげつない。しかもアサルトだから、全力移動した後でも撃てちゃう。そう、全力移動した後でも、あのヒットロールマイナス1で打てるんで、はい、めちゃくちゃ強いです。やばいですね。これ3体でも合計18発打ってくるんで、うん、やっぱり500ポイントからでも第一線級なのかな。おこいつあのファストアタックなの でしかも飛行を持ってるんで、このこういうね障害物とかもう関係なく水平距離で測って移動するんで、うん、ものすごくね戦略の幅が広がるかなと思います。特に500ポイントとか1000ポイントまでの戦いになってくると、うん、あのやっぱりマーカー確保とか、あとトループの火力が結構バカにならないんですよね。うーん、戦場が狭いんで、うーん、そういう時にやっぱりちょっと重宝するアービーかなと思います。でこれが、ね、1体40ポイント120ポイント、はい、で最後ですね。最後ですね、はい、これですよ。リデンプタードレッドノート、はい、絶対そこ行くだろうなと思いましたよ。これ200ポイントしないですけど、このね、あのこれだけだとやっぱりちょっと火力が低いんですよね。なるほど、うん、火力が低いんで、やっぱりこのドレッドノートのね圧倒的な火力で相手のビーグルとかをね、うん、これしかもこのドレッドノートフィストって言ってパンチもね超得意なんで、そう、でパンチとねガトリンを両方装備しているこのドレッドノート、うん、リデンプタードレッドノートめちゃくちゃおすすめです。大きいですね。そうです、めちゃくちゃでかいんですよこれ。インターセッサーがこの大きさなんで、比べてみるともうめちゃくちゃでかいですよね。もう強い、もう強い、もう確信、うん、もうでかい説明不要なんですよ、うん、以上。なるほど。え、じゃあこのリディンプタードレッドノートが何ポイント？これ今ウォーギア、リディンプタードレッドノートはウォーギアそんなにないのかな。いや、いっぱいあるんですけど、ポイントには影響してこない。あ、いや、影響してくるのもありますね。185ポイント。185ポイント、安くない？そう、安いんですよ、そうす、リデンプタードレッドノートって。じゃあリデンプタードレッドノートが100185、はい、そこのトロープが100で、インセプターさんが120で、最後この人フテナントが、シールドレフテナントが、はい、90ポイント。そのポイントさ見るだけでもレデンプタードレッドノートの強さっていうのも見えてきますね。なのでこれで490ポイント、490ポイント、あ、素晴らしい。あれ、これグレネード入ったな。まあ入っちゃいますね。そう入れると、入れると395ポイント、395ポイント、素晴らしい。495ポイント、495ポイント。このね、このグレネードを打つやつがいるんですよ。これと見てもらうと分かるんですけど、先っぽにねグレネード打つやつがついてるモデルがねちゃんと再現されてるんですけど、これにするとねさらに火力が上がります。あー、やっぱ見た目に再現されてるのは熱いですね。そうですね、ウォーハンマー 40K、 あのウォーギアを選ぶときにやっぱり見た目も変わるっていうのが非常にね熱いですよね。うーん、でもちょっと接着しちゃうんで、うん、あのそこはねちょっと熟考が必要だと思います。あー、そうですね、まあ、僕はもう諦めてもう一個確認してます。あー、素晴らしい。結局ね、結局それがね、軍拡にもつながるんで。そうですね、そういうことしていくうちにどんどんね、上の
コスト帯の戦いにも、ね、参加できるようになるので、うん、いやこの今回カンデさんおすすめのアーミーを組むとなったら何を買えばスッと集められるとかってありますか？よく聞いてくれましたよくぞそれを聞いてくれました。これはですね、実はこのリデンプタードレッドノート、そしてインセプタースカット、そしてインターセッサーが全て入っているボックスセットがあります。あるんですね。それはコンバットパトロールっていう箱が始めるのにあの最適なエントリーセットなんですけど、それのダークエンジェル、ダークエンジェル、ダークエンジェル戦団の箱として売ってるやつがあるんですけど、はい、それにねこの3つのユニットが入ってます、はい、入ってる。なるほど。それちょっと今ね手元ないので画像に私が後で入れ込んでますけど、そうですね、はい、それにもそれはそのコンバットパトロールの箱っていうのはすごくよくできてて、うんうん、その箱だけでもあのパトロールデタッチメントが組めて始められるっていうコンセプトの箱になってるので、はい、どのアーミーから始めてもすごく、ね、あのいい編成になってます。なるほど。まあ、でもちょっとこの箱見てみると HQ がこれでしたっけ？いや、ヘッドクォーターが実はレフテナントじゃなくてチャプレイン、チャプレインっていうなんですけど、このレフテナント、はい、一番お得に手に入れたいと思っている、はい、そうなのと。急に誰に。これもね、ちょっと僕のおすすめのセットがあって、ええ、これを買う欲しいと思ったら、ええ、やっぱりリクルートエディション。今までずっと紹介し続けてた、そうですね、スタートセットですね。はい。これを買うのが一番いいです。うん、ああ。なぜか、はい、これ1体で4000円くらいするんです。4000円くらいしますね。リクルートエディションって6000円ちょっとなんですよ。そうですね。それでネクロンとダイスとこのアサルトインターセッサー5体あ、ついてきますね。白兵戦大好きだ。そうがついてきて、はい、しかもあのネクロンがついてくるんで、それと一緒にもう一人でもう友達呼んで戦えるっていう、ね、その点、でもうこれが欲しかったらリクルートエディションこれ一択です。あ、それ買うのが一番お得。そうですね、始めるときはアサルトインターセッサーも使、ね、強いですからね。十分強いです、強いです、ね、うん、だからもう相手によってはこのインターセッサーとアサルトインターセッサーをチェンジして戦ったりとか、うん、でそういうねあの編成も、うん、あの考えられるし、うん、単純に足してちょっと上のね、うん、あのコスト帯の戦いに挑むこともできるんで、これはねおすすめですね。いいですね、はい、楽しみが一気に増えますね。そうなんですよ。うん、というわけでね、今回カンデおすすめのスペースマリン、はい、今回ねウルトラマリンで紹介しました、はい、もちろんこれウルトラマリン以外の編成でも、はい、すごくね強い編成だと思うんで、皆さん好きな戦団でねぜひチャレンジしていただきたいと思います。ではね、すいません、ちょっと今回僕が好き勝手に、はい、こう言いたいことを言っただけだと思ったんですけど、大丈夫？動画成立してるな。大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ今回はね、ちょっともうだいぶスッキリしたんで、この辺でちょっと締めさせていただこうかなと思います。はい。じゃあ今回、はい、コデックススペースマリンを使ってのおすすめ編成紹介させていただきました。すいません、思い喋っていたホクリンガーグル、好きなアーミーはタウエンパイア、カンデと、ちょっとそういうの言わないといけない。シタケとジュンでした。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。